ちょっと大手術をします。これはもう元のここからいきます。暮らしのマーケット大学です。今回は飛翔園の古谷さんに庭木の剪定を教えていただこうと思います。古谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はこちらのジュンベリーの剪定ですね、はい、1年前もこちらのお宅の剪定をしていただいて、はい、で今ちょうど1年後なんですけど、はいはい、前回のおさらいと、あと今回の剪定のポイントを教えてください。前回は木の中がごちゃごちゃと交差枝が多かったのと、はい、僕の中でのいらない枝がたくさん多かったので、はい、それを去年はもう全体的にですけど、その基本的な形を作るということで手を入れたんですけど、今回はそれが僕が伸ばしたい枝が多分伸びてるので、はい、それを利用できるように以前の太い枝と細い枝の切り替えをして柔らかさを増すような手入れにしていきたいっていうのが今回のやり方ですね。はい、はい、わかりました。では早速作業を見せていただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今見たところちょっと太めの枝が前回残したやつが結構太くなってるので、まずそれを最初に外してから他の枝の剪定に入るよと思います。はい、じゃあ始めます。ジュンベリーも伸びがいいので、ちょっと交差枝が多いので交差枝を多めにちょっと取っていきます。してないです。これはお施主さんが多分道路に出過ぎたので途中で切ってあるので、こちら側に代わりの芯になるのがあるので、それを切り替えます。はい、これもだな。古谷さん、はい、この葉っぱ白くなんかモヤモヤってしたのがついてるのは何ですか？はい、これは病気ですね。うどんこ病ですね。うどんこ病。はい、これもわかりやすいかな。これ白く、いやうどんの粉のような感じになるのでうどんこ病って言うんですけど、これは割と空気の流れが悪かったりとか、はい、そうすると割と蒸れてつきやすい。へー、虫かなんかなんですか？虫じゃない、菌です。あ、菌。はい、だからこれを消すには殺菌剤を使うんですね。殺虫剤ではなくて、だから消毒するときに僕たちは、はい、殺菌剤と殺虫剤を混合したやつを散布するんですね。はい、なので、今回も最終的には消毒をするんですけど、はい、殺菌剤と殺虫剤を混ぜたものをやります。今回これだと殺菌剤サプロールかトップジン M 水和剤か、はい、それをちょっと混ぜて殺虫剤はオルトラン。オルトランは虫が今いなくても、はい、ここに付着した、はい、成分を虫が食べるとそれで死ぬんですね。普通の薬剤っていうのはそこにいないと虫にそれがかかんないと殺せないんですけど、オルトランは割と虫がいなくてもそういうのができるので、最近はそれを多めに使ってますね。予防にもなるってことですか？そうですね。はい、いいとこでいい質問をしてきますね。これはちょっと切り替えた芯ですけど、ちょっと伸びすぎてるので、本当は枝先はいじらない方がいいんですけど、外目で外側に向いてる葉っぱを残していくと、ここから芽が出てくるので、これからさらに枝が出てきます。そうするとだから枝の方向性が変わらないんですね。でこれ左右にある葉っぱのここで切ると、これがこっち側に枝が伸びるので、枝の流れが変わるんですね。だからもしどうしてもそういうふうに詰めなくてはならない場合には、外目でなるべく詰めるようにすると、枝の方向性が変わらないので違和感が少なくなります。これなんかもちょっと太いのがこっちに残りすぎていて、枝の流れからいくと曲がってるので、はい、こっちの方が自然なんですね。なので今回はそれを生かすためにそちらで切ります。多分前回は枝が小さくて成長してなかったので、とりあえずここが隙間が開かないようにとりあえず残してやったんだと思います。で今回は1年経ったので、残したこういう細い枝がちょっと成長してしっかりとした枝になったので、それに切り替えました。じゃあここで一度クイズですね。はい、この辺の枝ありますけども、はい、ここでいくとどれを抜けますか？うわー、その二股になってるやつを、これですか？根元から。根元から。はい。さすが。いや。センス。理由は、そもそも二股で交差してて、その残してる方のが同じこう流れで、それプラス道路側にたくさん出てたので、家側に縮めたいっていうのを、ちょうどその条件が全部今あった枝が枝ですね。はい、正解です。嬉しい。成績優秀ですね。らしいな。この枝も同じように、本当はこの流れに沿ってていいんですけど、出過ぎてるので、はい、内側に入ってるこの枝があるので、そちら側に切り替えます。はい。将来的なことを多少考えながらいかないと。これなんかも多分ここ目隠しにするために残したんだと思うんです。他の枝が成長してなかったので。はい、で今回はこれなんかも成長してきてるので。はい、枝の流れ的には、本当はここで切りたいんですけど、はい、ここで止めたいんだけど、ここ空間が空くので一度ここで止めてみますね。そうすると割とちょっと違和感がカクカクっと曲がってるので、違和感があると思うんですよ。でやっぱりこれだとダメなので、こちらにもう一度切り替えます。そうすると割とこう下から見ると、枝の流れが変わらないので、切った感が少なくなると思うんですね。それと一緒で、ここもそうですね。あんまり出したくないので、これが代わりになる枝がここにあるので、はい、なるほど、そこで切り替えます。枝の流れがそれほど変わらないので、本当上に出てるのはあんまり残したくないんだけど、でも流れ的にはちょうどいい流れなので。でこれからまた来年この辺とかこの辺から新しい芽が出たりすると、またそれと切り替えられるので、とりあえず今回そういう感じで、ここは方向性を重視して枝を抜きました。上の方へちょっと行ってしまいますね。これ今見ると隣の山帽子と大体高さが同じなので、高低差をちょっとつけたいので、ちょっと芯は止めます。問題はこれなんですよね。これが芯なので、はい、これをどこで止めるかなんですよね。本当はこれはこのままこう伸びてる枝があると一番いいんですけど、それがないので、その代わりになるところをちょっと模索して風が強いのでちょっと今形がこれでいくとどうしても私の中ではちょっと違和感が出るので、はい、一度元で切ります。でこういうふうに切っておいて、そこの切ったところからもう一度新しい芽を出さして、でそれを芯に使います。今回はちょうどその高さと方向性の合う枝がなかったので、なるべくはやりたくはないんですけども、仕方なくやるケースもあります。枝先はいじらないで済むんであれば、いじらないで済むようにした方が自然らしさが残るんです。要はその枝の硬さが出ない。またクイズです。はい。ここのところですね。はい。これと枝がありますけども、はい、この中でどれを抜きますか？もう枝もう一回すみません、教えてください。ここの枝、はい、ここの枝、ここの枝、ここの辺がこういろいろとありますけど、その Y になってるところらへんってことですよね。これですか？あ、いや、枝が。もっと先？内側に、あ、いや、太いのをまず切ります。これを切る。それ切りたい？あ、いや、大丈夫ですよ。難しい。これはこれをなくしても、はい、他の方法でどんどんカバーはできるので、はい、大丈夫です。切ると。切ると少しもうちょっと見えるかな。そうですね。その家側に行ってない方、ない方、隣、それが交差してるんじゃないですか。これですか。はい。これね。はい。はい。はい。あとはもうこれでおしまい？あとはその上に行ってる。その隣のっていうか、あ、そのもうちょっと下の方からこれ、いやでもそこ切ったら芯があれになっちゃいますよね。それを切ったら、じゃあやっぱりその芯からみょみょって出てる方ですかね。それの下、あ、それです。それ切りませんか。それ切ったらでもなくなっちゃうか。いや大丈夫、これで空間ができるんです。はいはいはい。まあちょっと悩んだけども正解です。交差枝っていうのが一番見ていて見苦しい枝なんですね。こう同じ方向に流れが揃ってる方がきれいに見えるので、だからそれがやっぱ一番見苦しい枝になるので、それを止めるのが一番、まずそれを抜いてから、はい、周りの他の枝を見て、でこれを抜くと今度はこれが気になってくるんですね。はい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 。交差して内側に入ってるので。そうですね。でここはいろんな細い枝がたくさんあって、はい、ごちゃごちゃしてるので一番太いのが抜く候補なので、抜いて空間を作ります。でもそれほど違和感はないでしょ。そうですね。抜きました感は少ないと思うので、でそういう感じで抜く候補をどんどん抜いていくと自然と形ができてくるはずなんです。はい。あんまり向こうに、これもあんまり向こうに行き過ぎると、これ以上伸びると壁に当たって壁をザラザラするので、これも途中で枝の方向がなるべく変わらないところで切ろうと思います。これも難しいところですね。でこういうふうに途中で切るといかにも切った感が出るんですね。違和感が、あんまり感じないですか。この枝ここですよね。ここで切っちゃってましたけど、ここでどうせ切るんなら元から切ってしまいましょうっていうのは、この方がもう元々ないと思えば、そうですね、まっすぐその方が綺麗なので、中途半端に切るんであれば切らないでも元からいっそのこと切ってしまう方が綺麗に柔らかさも出せますし、その方が綺麗だと思います。どうしよう、ちょっと大手術をします。大手術。前回は残した枝ですけども、他の周りの枝が今回は成長していい感じに残ってるのがあるので、その方に枝を切り替えます。なるほど。これがもう完全に壁に当たってるので、これは冷たいんですけど、途中で詰めるとみんな途中切りの格好の悪い切りました感の出る枝葉になってるので、これはもう元のここからいきます。でも違和感はないでしょ。ないですね。どちらかというと柔らかさが増したと思うんです、ここはそれでこれとこれが次の真の候補で、これが成長して来年どちらかをまた抜いて切り替えていくっていう方向になっていくと思います。で本当はジューンベリーなので実をならすんであれば、新しい枝がたくさん出ない方がいいんですね。もともとあるこういう小さい短い芽の方が実がつきやすいんです。これも一応桜の仲間なので、桜とか梅って短い枝に花がたくさんついてると思うんです。イメージ的に。確かに。で同じなので、そういうふうにしてあげると割と花つき実つきが良くなると思います。だから新芽の新しいこれにはつかないので、この内側のこういう短いのが大事になってきます。だから今年はなんか実がちゃんとついてくれたようなことを言ってたので。ついたんですね。多分前回の残し方がちょうど良かったんだと思いますね。なるほど。この辺も、まあ、今手が入れてないのでごちゃごちゃしてますけども、これもちょっと隣のシマトネリコと喧嘩をしているような状態なので、これも思い切って一本抜いてしまいます。あとは抜いた後の微調整ですね。空間の広さを合わせたり、枝の太さを合わせたり、これ細いのが今ここにあるんですけど、これはここで今切るんですけど、これなぜここで切るか分かります？これを残してここで今切ろうとしてるんですけど。なぜここでこれを残して切るかの理由ですね。ちょっと難しいかも。でも上と交差してるからですか？だから上と交差してて、ここがごちゃごちゃしてるから、ここのところはすっきりさせたいんだけども、太いから。なぜそういうふうにするか。簡単です。来年のための枝を作っておくんです。でこれをここで抜いておくと、これが来年成長してこれが使えるので、でこれの代わりに他の枝を抜いて、だから来年のために使える枝を残しながら枝を樹形を作っていくっていうのもまあ大事になってきますね。だからその場その場だけではなくて、だから来年のことも考えると、そういうふうに内側の短い枝を、次の来年のための候補の枝を残しておくっていう、作っていくっていうのも作業の中の一つに入ってます。よいしょ。ここなんかもこっちに比べてごちゃごちゃしてるので、そうですね、空間を作っていくと割と、よいしょ、一回ここで切るか。今止めたのは途中でこの辺で止められるような枝があればよかったんだけどなかったので、いっそのことも下まで下げてしまいました。そのいかにも切った感の多いゴツゴツした枝になりそうだったので、ちょっと今回は多めに抜きました。で今から夏9月ぐらいまでに向けて、はい、もう一段土用芽が伸びるので、はい、それが伸びてちょうどいい感じになるぐらいにちょっと多めに抜いてみました。このジュンベリーはその伸びやすいというか早いんですか？ひゅーっとこう徒長枝っていうぐんと伸びるのが枝が出やすいので、それが伸びてもいいようにちょっと多めに。で実際のところは多く切ると多く伸びるんですね。ああ、そこに栄養が、はい、そこに栄養が集中するので、だけどまあそれを見越してその分を計算しながらちょっと枝の木の高さなんかも詰めてます今。はい、ジュンベリも大体このくらいですね。はい、ジュンベリーの剪定が終わりました。古谷さんいかがですか？今回はちょっと伸びが良かったので少し強めの剪定をして、今から8月9月に向けてまだもう一段新芽が伸びてくるので、はい、それを伸びることを見越してその分をちょっと頭を高さを下げたりと、今回はそういう剪定をしてみました。はい。はい、じゃあまた。まあ、夏とか来年とかが楽しみですね。そうですね。はい。古谷さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。